ひろゆきはゆっくり系の動画を見るの、登録者はクリアしたけど、再生時間4000時間いかないです。何かアドバイスをください。収益化したいです。えっと、あの、めちゃめちゃ長い時間の動画を作っといて、あの友達の家で再生回すとかするといいですよ。あの、再生リストをとりあえず作っといて、 で、その再生リストの2時間の動画を、なんかあの5個ぐらい回ってる総画リストみたいなの,あの友達の家でこっそり再生ボタンを押すみたいなことやっとくと、割とあの何十件かそれやると再生時間伸びるんじゃないですかね。とはいえ、あの、なんか、とりあえず長時間の長い時間を作るっていうのを意識しておくといいんじゃないかなと思います。あとあの、えっと、今年の、じゃあ来年の2月から、あの、YouTube ショートでもあの収益化条件になるようになるんですよね。 えもともと YouTube ってその1,000人の登録者数とえっ、ー、とあのなんだ4,000時間の再生時間ですよねが必要なんですけどでそれだけだと YouTube ショートでめちゃめちゃ再生されてますって人があのあんまりその収益にならないっていうのがあってめちゃめちゃ再生されるもののお金にならないよねっていうので <laughs> YouTube ショートユーザーをどう増やすかっていうので。 なんか YouTube ショートでうまくいってる人になんか賞金を配るみたいなことをちょこちょこあ YouTube やってたんですけど、とはいえその収益化条件を超えてないと賞金も配られねえっていうのがあるので、なんだかな、10万再生かななんかあ YouTube のショートのその10万再生とかを超えると4000時間の再生時間がなくてもいけるみたいなのをやるっていうのが、あの、なんかまあ、なんかさっきその告知が来てたので、ちらっと見たんですけど。 なのでとりあえずあ YouTube ショートで再生数を稼ぐっていうのもあの2月ぐらいには方法の一つにはなるんじゃないかなと思います。